巨人優勝なら、MVP 確定やん。29歳巨人、吉川の9月打率は4割3分4厘。王はチーム1位の 3.7。王はチーム1位の 3.7。UZR は二塁手で12球団トップの 5.9。全試合出場で4年ぶりリーグ制覇を目指すチームを攻守で引っ張っている。中日に獲得されなくてよかったな。吉川は地元中日が指名と噂されてたけど、巨人に来てくれてよかった。巨人の顔になってきた。明日からの6連戦打ちまくってほしいね。怪我さえなければ大学の先輩菊池涼介みたいになれる。優勝なら菅野の方が確率高いと思う。この成績で MVP になったら菅野は怒るだろうなわら。MVP は野手にとってほしいんだよな。投手は沢村賞があるわけだし。吉川もすごいけど巨人が優勝したら菅野にとってほしいな。今年の菅野はいい。怪我せず1年間試合に出れたら、素晴らしい成績残せると思う。MVP はまあ菅野かなって感じするけど、とにかく節穴記者は今年こそ GG に選んでほしい。直樹が一年試合に出る姿初めて見た。腰痛やら不調やらでちょこちょこ外される場面が多かったからね。やっと成績がついてきたな。今年はベスト9と GG は獲得しそう。もし優勝したら多分菅野だろうけど、間違いなく野手では一番。守備だけでもプロ野球で食っていける選手だけど、打撃もシーズン中盤から上げてきたんで、なくてなならない選手。岡本がいまいちの中この位置にいるのは吉川の活躍が大きい。さすがに防御率 1.60 14勝2敗のエース差し置いて打撃タイトル5つもない直樹がせ、リーグ MVP は難しいですが、ゴールデングラブは今年こそ必ず取ってほしい。MVP は菅野の方が言う力だけど、吉川の貢献度の高さは巨人ファンなら皆が知っていること。最近のバッティングはすごいが、それでも菅野じゃないかな。